精神面の支えですよね。いい道具を持つというのは。漆を超えたものもたくさんあるわけで、そういう部分はそういう部分で良さを出す。で、漆だけできないところもあるんですね、いっぱい。生活様式が変わってきたということがあるでしょうね。昔は日常のものだった、非日常になったんですね。で、最高級品を作るためにはその本質を聞かないとダメなんですよ。だからそういう意味で目利きになるんですね。謎解きみたいですね。人間が見るのは表面だけなんです。これ奥は見れないんです。漆は奥が見えるんですね。だから深みが出るんです。